ワークアウトパートナーの井上大河です。いつもありがとうございます。今回は格闘技のエクササイズで行いますクロス、これがなんかうまく決まらないなといった場合の5つのチェックポイントについてご紹介をしていきます。まず1つ目、足がですね、一直線になってしまって、そうすると腰が回らず手だけのですね、パンチになってしまいます。はい、なので足はしっかりとですね、最初こう構えた状態からまっすぐ後ろに下げ、この幅を維持したままパンチを打ってみてください。はい、そして2つ目、打つときに後ろ足のかかとが浮いてない。はい、浮いてないとやはり腰が回りません。はい、なので母子球を軸にして後ろ足のかかとを上げる、はい、これをですね、意識してみてください。そして3つ目、先ほどのかかとが浮いてないと連動するんですが、重心が後ろ足重心になると、そのかかとを浮けたとしてもこういう感じのパンチになってしまいますので、打つときは重心を少し前に持っていく、はい、こんな形で打ってみてください。はい、4つ目のポイントは軌道がぶれてしまう場合です。打つときにこう置いていくようなパンチになったり、また打った拳を低く戻してしまう。はい、そうすることでですね、形が決まりませんので、軌道は顎の横からまっすぐ前へ打っていく。はい、これをですね、ぜひ意識をしてみてください。はい、そして5つ目は拳のひねりになります。はい、これはですね、必ずしも正しいわけではないんですが、拳が縦のままだと軌道がですね、なかなか安定しにくくなります。はい、もちろんですね、こういったパンチもありますので、必ずこれがダメというわけではありません。はい、ただですね、より伸びのあるパンチを打つときには拳を最後の最後でひねる。はい、そうすることで軌道をですね、より確保しやすくなりますので、まあ、そんなイメージですね。はい、ただひねった拳はそのまま戻そうとするとまた軌道がおかしくなりますので、縦横、このイメージでぜひ行ってみてください。はい、以上のですね、5つのポイント、まずうまくいかない場合チェックをしてみてください。はい、そしてさらにですね、細かい内容につきましては過去の動画でもご紹介をしております。概要欄にも貼っておりますので、また確認をしていただければと思います。では今回は以上です。ありがとうございました。